皆さんこんにちは。ホロニクスグループ城東中央病院消化器外科副部長医師の伊藤源太郎です。私は普段鼠径ヘルニアや虫垂炎、胆嚢炎などの良性疾患や大腸がん、胃がんなどの消化器がん、腸閉塞、消化管穿孔など腹部救急疾患の診断や手術治療を行っています。本日は今一番多いがんのサインを見逃すな、大腸がんの予防と早期発見についてお話しします。この動画を見ていいねと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。本日のお話の内容です。1、大腸の構造と大腸がん。2、数字で見る大腸がん。3、大腸がんの症状。4、大腸がんの予防の順でお話しします。それでは早速一つ目の大腸の構造と大腸がんについてお話ししていきます。これは人の消化管の模式図です。消化管とは食べ物の通り道のことです。口から摂取した食べ物は食道、胃、小腸、大腸を経て栄養素まで分解吸収されます。不要なものは老廃物となり、最終的に肛門から便となり体外へ排出されます。人の小腸の長さは5メートルから7メートルありますが、これに続く大腸は消化管の最後にあり、肛門へつながる 1.5 メートルから2メートルの長さの臓器です。大腸は大きく結腸と直腸に分けられ、結腸はさらに盲腸、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S 状結腸に分けられます。結腸の主な役割は、小腸より液状となって送られてきた内容物から水分を吸収して、糞便を形成し直腸に送ることです。直腸の役割は、糞便を貯めることです。大腸がんができやすい部位は直腸と S 状結腸で、大腸がん全体の約 70% を占めます。これは便を長い間溜めているのが原因であると考えられております。こちらは大腸の模式図です。大腸の壁は5層の構造でできており、内側から順に粘膜、粘膜下層、固有筋層、小膜下層、小膜の5層で構成されております。最も内側は滑らかな粘膜になっているので、便を肛門へスムーズに運ぶことができます。大腸とその周辺には血管やリンパ管、神経が張り巡らされています。大腸の内壁を全部広げると、その表面はテニスコート半面分、約100平方メートルあると言われております。大腸がんは大腸の粘膜から発生します。大腸がんの発生の仕方には2つあると考えられています。1つは粘膜にできた腺腫ポリープががんに変化する場合と、もう1つは粘膜から直接がんが発生する場合です。このことをデノボがんと言い、デノボがんはへこんだ形をしているものが多く、早い時期から進行しやすいのが特徴です。次に大腸がんの転移についてお話しします。転移とはがん細胞が最初に発生した場所から体内に張り巡らされている血管やリンパに入り込み、流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。大腸の粘膜から発生したがんは放っておくと、粘膜下層、固有筋層、小膜下層、小膜へと深く広がっていきます。粘膜下層から外側の層からは血管やリンパ管が多くなるので、大腸がんがこの深さまで広がると他の臓器に転移していく可能性が出てきます。大腸の血管壁を通過して血流に乗り他の臓器に到達し増殖することを
血行性転移といい、大腸付近のリンパ管に侵入し、リンパ節で増殖することをリンパ行性転移といいます。リンパ管は血管のように全身に張り巡らされており、リンパ液が体内を流れる管状の構造物です。また、腹膜播種と呼ばれるがん細胞が大腸の壁を突き破り、腹膜にがん細胞がこぼれて増殖する場合もあります。これも転移の一つです。血行性転移を起こすと、大腸がんは血管の流れに乗って、大腸から肝臓へ、肝臓から肺へ、肺から全身の順に転移して広がっていきます。大腸の粘膜から発生した大腸がんは、進行とともに腸管壁の深部へと広がっていきます。粘膜や粘膜下層にとどまるがんを早期大腸がん、それより深い層に達していると進行大腸がんと呼びます。さらに、リンパ構成因、多臓器転移、がん細胞がお腹の中に散らばる腹膜播種が起こると、さらに進行度が進みます。次に2つ目の数字で見る大腸がんについてお話しします。こちらの表は2019年における部位別がん罹患数の順位を示したものです。大腸がんに罹患した方は男性が約17万5000人で2位、女性が約13万5000人で2位、男女合わせると約31万1000人で1位となり、最も罹患数が多いがんであることがわかります。がん罹患数全体の約 31.1% を大腸がんが占めております。続いてこちらの表は、2021年におけるがんで亡くなった人の部位別死亡数の順位を示したものです。大腸がんで亡くなった方は、男性が約5万6000人で2位、女性が約4万8000人で1位、男女合わせると約10万5000人で2位となっております。がん死亡者数全体の 27.5% が大腸がんで亡くなっており、こちらも上位を占めております。こちらのグラフは大腸がんの年齢別、階級別に見た罹患率を表したグラフであります。大腸がんに罹患する人の割合は男性女性ともに40代から増え始め、高齢になるほど高くなっていきます。そこで皆さんに質問です。早期大腸がんの5年生存率は約何パーセントでしょうか ?1、50% 以上。2、70% 以上。3、80% 以上。4、90% 以上。お答えください。正解は ④、90% 以上です。実は大腸がんを早期に発見して適切な治療をした場合の5年生存率は約 98% 以上を誇ります。なぜこんな高い数字になるか、詳しく見ていきましょう。大腸がんで死亡する人が多いことが事実でありますが、大腸がんは早期発見して適切な治療を行えば、治りやすいがんの一つと言われています。がんの治療成績を示す指標の一つに、がんが発見されてから5年経過した後の生存者の割合を示す5年生存率がありますが、早期に発見された大腸がんに対して適切な治療を行った場合の5年生存率は 98% 以上です。次に3つ目の大腸がんの症状についてお話しします。大腸がんは比較的長い時間をかけて進行するため、早期にはほとんどの場合症状が見られません。がんが進行すると自覚症状が見られるようになります。大腸のどの場所にがんができるかによって、特徴的な症状が異なってきます。進行大腸がんの症状ですが、オレンジ色で示されている
左側の大腸にできたがんでは、下血、血便、繰り返す便秘と下痢、便が細くなる、腹痛、腸閉塞などの症状が見られます。左側の大腸では、固形便が形成されているため、便でがんがこすれて出血し、下血が見られることが多いです。また、がんで大腸の内腔が狭くなるため、便が細くなります。赤色で示されている右側の大腸にできるがんでは、貧血や腹部にしこりを感じる、腹痛、腸閉塞などの症状が見られることが多いです。右側の大腸では、便がまだ完全に固形化していないので、がんがかなり進行していないと症状が現れないことも多いのが特徴の一つです。オレンジ色の左側の大腸がんが発生する割合が約 75% で、赤色、右側の大腸がんの発生する割合は約 25% であり、左側に大腸がんが発生することが多いです。理由は先ほどもお伝えした通り、大腸がんができやすい部位は直腸と S 状結腸で、これは便を長い間溜めているのが原因であると考えられています。それでは4つ目の大腸がんの予防についてお話しします。大腸がんの予防には3つあり、一次予防の5つの生活習慣の改善、二次予防の検診など早期発見、三次予防の再発の防止があります。特に一次予防と二次予防は重要であると考えられているので、この2つについてお話しします。そこで皆さんに質問です。大腸がんの危険因子として誤っているのはどれでしょうか。1、肥満。2、喫煙。3、塩分の過剰摂取。4、赤肉の過剰摂取。お答えください。正解は3、塩分の過剰摂取です。塩分の過剰摂取は胃がんの危険因子と言われていますが、大腸がんの危険因子としては明らかになっていません。ただし、塩分の取りすぎは高血圧や動脈硬化、脳卒中、心不全、腎障害などその他命に関わる病気にもつながりかねませんので十分注意しましょう。一次予防の生活習慣の改善には主に5つ。一つ目は禁煙をすることです。喫煙は大腸がんの発生リスクの因子と言われており、喫煙されている方はぜひ禁煙しましょう。また、他人のタバコの煙を吸う副流煙もリスク因子と言われているので、こちらにも注意してください。二つ目は適量を守った飲酒です。過度の飲酒は大腸がんになるリスクを確実に上げます。1日摂取量の目安はスライドにお示しした通りです。お酒は飲みすぎないよう心がけましょう。3つ目は食生活の改善です。大腸がんの発生には毎日の食生活が大きく関わっています。肥満にならないように栄養のバランスに気をつけるとともに、食物繊維やカルシウムを多く摂取し、ハムやベーコンなどの加工肉や赤肉を摂取しすぎないなど、食生活を改善しましょう。4つ目は適正体重の維持です。肥満は大腸がんのリスク因子と言われています。また、ウォーキングやジョギングなど、日常生活で運動することは大腸がんの予防因子でもあり、肥満も予防できます。5つ目は適当な運動の継続です。運動の機会を意識的に増やし、習慣にしていきましょう。次に大腸がんの二次予防についてですが、こちらの表は大腸がんの検診の流れを示した表です。まず大腸がんの可能性のある人を拾い上げる検査として、
便潜血検査が推奨されています。便潜血検査の結果が陽性と判定された場合、より詳しく調べる精密検査、大腸内視鏡検査を行います。陰性と判定された場合、精密検査は行われず、1年後にまた大腸がん検診を受けます。大腸がんの一次検診である便潜血検査は、厚生労働省から死亡率減少に効果的であると認められています。対象者は40歳以上で、年に1回検査が行われます。検査方法は2日分の便を検査専用のスティックで採取し、便に血液が混ざっていないかを診断します。必ず2日分の便を採取して医療機関にお持ちください。1日分だけだと、がんの見逃しが多くなることが分かっています。2日分の便が揃って、大腸がん検診として結果を出すことができます。自宅で採便するだけなので、簡単な検査方法となります。大腸がんが発生すると、多くの場合、下部消化管内で出血します。そのため、採取した大便に血液が混ざっていれば、がんの恐れがあり、陽性と判断します。この検査では、特殊な抗体を用いて、便の表面の血液を検出するので、出血量が少なくても、がんのリスク診断が可能です。大腸がんの精密検査として、大腸内視鏡検査が行われます。大腸をリアルタイムで直接確認することができるため、検査精度が高く、大腸がん検査方法として広く普及しています。スライド左上には、正常な内視鏡像と大腸がん内視鏡像をお示ししています。大腸が正常な状態か否かの検査を行う際には、スライド左下の大腸ビデオスコープという機器を患者さんの肛門から挿入して異常がないかを確認していきます。ビデオスコープ挿入部の先端には超小型の CCD カメラがついています。スライド上中央。こちらは大腸ポリープの像となりますが、このように鮮明に観察、診察することができます。もしもポリープやがんを疑うような病変があった場合には、処置具を先端から出し、異物の摘出、検査のための組織採取をすることもでき、最終的に診断することが可能です。また、同時にポリープ切除を行うこともできます。本日の公開講座のまとめです。大腸がんは大腸の正常粘膜から発生し、進行すると多臓器やリンパ節に転移し治療が困難となりますが、早期に発見できれば 98% 以上で治癒できる病気です。早期大腸がんでは無症状であることが多く、大腸がんの予防には生活習慣の改善による一次予防と検診など早期発見による二次予防が重要だと考えられています。40歳以上の方は毎年検診を受けましょう。それではご質問、感想、要望コーナーに移ります。早速ご質問ありがとうございます。早期大腸がんを発見できた場合は、お腹は切らなくても良いのでしょうかという質問をいただきました。早期大腸がんは大腸カメラの検査の時と同じように、肛門から内視鏡を挿入して病変を切除することで治癒することができることも多くあります。大腸がんが粘膜内あるいは粘膜下層へ軽度な浸潤1ミリ未満にとどまる早期大腸がんは内視鏡的に切除することにより治癒が期待できます。次の質問です。良性ポリープでも切除した方が良いのでしょうかという質問です。一般的には、径が6ミリ以上の良性ポリープは、将来がん化のリスクがあるために、内視鏡的切除の対象となります。また、径が5ミリ以下の良性ポリープでも、
平坦あるいはへこんだ形のものや、がんとの区別が難しい場合には内視鏡的治療の適用となります。次の質問に参ります。ロボットによる手術も実施されていますかという質問ですが、2018年4月から直腸がんに対するロボット支援下手術、ダヴィンチ手術が保険適用となりました。2022年4月からは結腸がんに対してもロボット支援下手術、ダヴィンチ手術が保険適用となり、すべての大腸がんに対してロボット支援下手術が保険診療で施行可能となりました。次に寄せられた質問です。大腸がんの治療法には何がありますか、また術後の回復が一番早い治療法は何ですかという質問をいただきました。大腸がんの手術には、早期大腸がんに対して大腸内視鏡を挿入し切除する内視鏡的腫瘍切除術、進行大腸がんに対しては全身麻酔下に行う回復手術、腹腔鏡下手術、また一部の認定施設で行われているロボット支援下手術があります。最も患者さんにとって負担の少ない手術は回復をすることのない内視鏡的腫瘍切除術です。進行大腸がんに対する手術は現在は腹腔鏡下手術が主流となっています。腹腔鏡下手術は回復手術と比較して傷が小さい、出血量が少ない、疼痛が比較的軽い、術後腸管運動の回復が早いなどの特徴があり、術後早期に利傷や経口摂取が可能となるため、入院期間が短縮されて早期に社会復帰ができるメリットがあります。次に質問です。三次予防の再発防止は何をするのでしょうかという質問です。大腸がんに罹患してしまった方が手術等の治療を終えた後に、がんの転移や再発を防ぐために行う治療や、早期にがんの転移や再発を発見するように定期的に検査を行うことを三次予防と言います。ある程度進行した大腸がんは手術で肉眼的に治癒できたと診断されても後に再発する可能性があります。このため転移や再発を予防するために抗がん剤を使用したり、定期的な検査で転移や再発の有無のフォローを行い、高い生活の質を保持できるようにします。それではお時間になりましたので、このあたりで質問コーナーを終了させていただきます。質問をお寄せいただいた皆様ありがとうございました。本日のお話しした内容が皆様の日々の健康に役立つ情報であれば幸いです。この動画を見ていいねと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。本日はご参加くださりありがとうございました。シルクセリシン配合の基礎化粧品セリサススキンをぜひお試しください。